こんにちは、グチャブリーズです。秋田県にやってきております。来ましたね、秋田県。これです、世界へプレゼンツインターナショナルロングドライブゲーム in 秋田2024。ここに我らが直人みすみさんがいます。かっこいいね、直人みすみ。直人みすみさんいます、世界の。今日は僕もドラコン初挑戦ということで、はい、前日にここ8月16日17日の試合で、16日がアマチュア、うん、17日がプロで、僕15日本日福岡からやってきました。来ましたね、練習場に。涼しい。気持ちいいね、風が。マジで涼しい。5、6度は違う、多分。涼しい、めちゃくちゃ涼しい。ちょっとめっちゃ喉が。これがマハちゃんの故郷ですね。ここら辺ゴルフ打ちっぱなしあると思ったらボーンってね、でネットとかないっていう、林に打ち込む。爽快感です。あの前回動画見ていただいたと思うんですけど、神田ゴルフ、ね、しっかりドラコン用のもう作戦は、戦術はもう練ってきてます、勝つために。変わってないですか。ただ今からウォーミングアップをして、まあ明日に備えるというか、まあちょっと疲れを残さずに、うん、で移動も結構あったんで、乗り継ぎも、乗り継ぎね、はい。まあ、徐々にちょっと体を温めて怪我しないように明日に備えたいと思います。怪我だけはしないで、まあ、こういうのはね、もうボクシングの全国大会で慣れておく。うん、やってきたこと、今更あがいてもしょうがない。おやってきたことを着実にやると。あれ乗り継ぎの疲れがね。体硬くなってる。いや、左手で、あの本日泉さんもうすぐ来ます。あ、今日来るんですね。はい、まーちゃんも来ます。到着しました、水見さんです。来ました。お久しぶりです。ようこそ。やっぱオーラが違います、世界の。マジで世界のアメリカ帰りですよ。そうですね、一昨日帰ってきて。ああ、どうですか結果は。ちょっと今回あんまり良くなかったんですけど、ちょっと途中でファールしちゃって、あ、第一予選敗退してしまったんですけど、はい、まあ、ちょっとこの秋田で、はい、まあ、リトライというか。そうですよね、あの海外の。あ、こんにちは。こんにちは。あ、イングリッシュいけます。あ、ちょっとでかっ。ウェイスカンプウェイスユナイテッドステイツ、ユナイテッドステイツでかっ。でかっ。 And I make videos too. Oh, YouTube? Yeah. What's your name? I'm Joseph. Joseph LD. Toru and Yusuke. Toru. T-O-R-U. Toru, yeah, the golf. でかっ。 I'm also golf video. でかっ。でかっ。ビッグステファン、ナイスミーチュー。ナイスミーチュー。かっこいい。かっこいいね。ミスミさん、こういう舞台で戦ってるんですよ。ちょっと同じ舞台で。でっかいっすね。今日ついたんですか。昨日です、ね。ミスミさんも昨日。そうです、ね。あ、忙しいです。会長なんで。会長。忙しい。バタバタしてますね。インスタ見てて、まーちゃんももうさっきも仕事しようと。忙しいね。でももう本当、もう明日なんで、はい、もう全部切羽詰まって。そうですよね。その後もあの終わってちょっとミーティング。あ、ミーティングも、はい、うわ、会長ですから。まあちょっと会長職は大変でしょう。とんでもないです。でもよろしくお願いします。いや、はい、お願いします。あの秋田空港で、はい、YouTube 見てます。で、YouTube 見て参加決めましたっていう。あ、そうなんですか。アマチュアの方2人。あ、すごい。話しかけてもらって。あ、すごい。盛り上がってます、ね。はい、ありがとうございます。ライバルが多いんで。ちょっと、そうですね、ちょっと緊張してきた。緊張してた。ガタイが良かったもんね。めちゃくちゃでかい人で。あ、そうなんですね。アマチュアも結構レベル高いと思うんで。ちょっと自分も結構練習してきたんで。あ、そうなんです、ね、はい。ちょっと見ていただければと思います。はい、ぜひ、お願いします。お願いします。お願いします。YouTube? YouTube? What is your channel? 彼は、あの、今回来てる外国人の中で一番スピード速いです。ボール帰ると同じぐらい速いです。こう初速ですか。初速がいくつぐらいですか。103とか103。俺ら80出して喜びよったのに
100超える、多分100超える唯一の選手だと思います。100?すごっ100?でかっでかっ I guess so でかっやばちっちゃまだまだよなんかスポーツやってたんですかベースボールベースボールハッキーあーホッケーホッケーどうスピードだけは間違いない間違いない今回大会出場選手になってあみすみさんの、まあ、明日一緒に戦うそうですそうです明日明後日プロは16も一応1回ずつだけ、はい、第一予選みたいな感じで あのアマチュアの決勝が終わった後に、はい、見れるんですかはい見れます見れますプロの第一予選、まあ、じゃあその様子も撮れればね、はい、うわみすみさんすごいわいインスタではもう試合結構見たんでみすみさんの試合雰囲気は分かるけどちょっと生の雰囲気とそうですまた違うよね違いますね多分いやちょっとなんか面白い企画が始まった ねまた選手を見るとよりね、うん、いやなんか動画で言ってた通り、うん、三住さん、まあ、とりあえずエントリーしたらちょっと自分のリミッターをこう外せるよっていう、はいはい、確かにと思って、うん、そのエントリーしたんで、はい、やっぱ僕も出るからには勝ちたいなって、はい、で練習行ったらヘッドスピードも結構上がってきてちょっとスイッチ変わりますね、うんはい、ぜひお願いしますお願いしますお願いします入んなかったらねあどうしようもないですいや本当に緊張もするし、なんか道見そうなんで。風がどうなのかなはい、いろんな球やっぱ打てた方がいいいや、もういろんな球はやんない方がいいと思いますもうこれは収まる、そうですね、収めればそうですね決めといた方がいいと思いますいや、このドリブルはむちゃくちゃ打感もいいしこんにちはあ、こんにちはさっき言ってた、あの空港で空港でやったお願いしますお願いしますもうアマチュアの部で出られるみたいであ、どうぞすいませんお願いします。でかいのよ。お前じゃ、ガタリがもうやばい。総合格闘家。あ、そうなんですか。あの、はい、4月に、はい、あのトールゴルフ TV を見て、はい、ゴルフをちゃんとやろうと思って、はい、見てて、その後にみすみさんの動画を5月頃見て、はい、そこからもう出ようと思って。はい、あ、そうなんですか。ありがとうございます。4月にちゃんとゴルフをやろうと思って、はい、5月にみすみさんを見て、はい、ちゃんとゴルフをやるのやめたって。あ、早いですね。早い。飛ばしに飛ばしに早い。かっこいいなお願いします。お願いします。早い。早い。切り替えが。もうミスミさん見て。ドラゴンだって。ドラゴンです。結構試合も出てるみたいで。あ、そうなんですね。当たる。当たるよ。当たるし。当たるし。見て。全然当たらない。当たるよ。なあ、バッテリー。22歳よ。やばい。伸びしろしかない。怖いやっぱアマチュアの部でよかったあのよかったねなんか三住さんマジすごいなと思うねあっいたおー当たるあなんかインスタで見たことあるかもいやワンマンワンマンすごいなヘッドスピード速くなりそうねやっぱ素振りのなんかいろいろ使うよねねえうんああいうなんか内輪型もあれば見たことないのばっかりでねえ何あれ俺ら7番アイアンと8番アイアンこうやってやるやけウェッジとかでねえだよく考えてミスミサすごいわやっぱ、ね、格闘技ってありえないありえないね、うん、階級がすげえマジで階級どんぐらい？いやね、ほんとにどんぐらいの差があるフライ級とヘビー級ぐらい違うからシャフトもね、いっぱいあるしみすみさんは日本大会そうですね、日本大会は無事あのなんすごいですね5連覇ですねありがとうございますもうそこにもう集中しすぎて、多分ちょっと世界大会はちょっと切れちゃったのかなっていうのはなるほどなるほど、ちょっと
ピンクの持っていき方難しいですよね。そうですね。なんか日本大会終わってすぐだったりする。そうですね。まあちょっとそれも今後の課題っていう感じで。そうですね。時期が被るし。そうですね。日本大会は何ヤードで優勝だったんですか。日本大会は優勝の記録は406で最高で423ぐらいいきましたね。すごっ。俺も頑張った。ちょっとフェード系ですか。ちょっとフェードを今打ってたんですけど、その方がいいと思います。あ、いいんですか。今回のその北カントリーっていう会場が打ち下ろしで結構狭いんですよ。あ、そうなんですか。で多分台風近づいてて風も吹くんで、かなりそのみんな入れるの枠に入れるのに苦労するんじゃないかなっていう。右から風来てても喧嘩させる感じ。喧嘩させていいと思います。へえ。多分今回の会場は、そのそれこそまあ入れた者勝ちみたいな感じなところがあると思います。今日ちょっとこっちでそうですね、まあ、前半 1,2,3 球のうちにそこそこのを入れといて、まあしっかり芯に当たった球を入れといて、余裕出てきたらドラコンように切り替える作戦でいいと思います。すごい6球が少なく感じると思います。確かに。あ、もう終わりっていう、その分かんないうちに、ああ初めて競技出た時みたいな、はい、飲まれる感じですね。飲まれると思うんで、やるやろな。あると思いますね。もうバンバンみんなやるよ。それこそやっぱ手が震えて、はい、そのボールが乗らなかったりする人も結構いるんで、うわ、なりそう。これは大丈夫かな。大丈夫、強いからね。ブルブルで大丈夫かなっていう人もなっちゃうんですよ。だからそのすごいショットが打てた後とか、逆にその自分に緊張というより興奮しちゃって、はいはい、興奮しすぎて、はい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 、と思います。あ、ちょっと怖いね、じゃ怖いなじゃなくて、そうです、もう楽しくなっちゃって、そっちの、それもいいね。それを抑えるのに必死なんですね、みんな。アマチュアが始めてもそうなる。初めての人の方がなりやすいですね、やっぱり。今まで経験したことない緊張感というか、今年デビューの年なんで、女性でも。ああ、そうなんですか。まだスピードは速いんですけど、まだ精度がちょっと、もうちょっとかなっていう感じで。確かにスイング見てたら、そうですね。もうちょっとこう効率がいい、うん、スイング。ゴルフ自体そこまで長くやってないんじゃないかなっていうのがあります。やばい音。後ろから見て。How many your score? You play golf when you play the golf? My score? Not good.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  Very bad, actually. もう YouTube の撮影してますね。YouTube チャンネル持ってる。うん。ゴルフのプレー自体はまだ全然良くないよって言うけどね、スコア自体は、うん、でも飛ぶからの悩みだね、うん、うわー、えぐっ。これインスタとかで見るやつだよね。えぐいね。リール動画で。はっ、っしゃい、っしゃい。でけえし、マジすごい。えぐいね。てか、よりミスミさんの凄さが。でもやっぱミスミさんって見よったら、やっぱスイングで言ったらむちゃくちゃ綺麗なスイングで効率をすごい良くしとるけん、その背が他の選手よりちっちゃくても飛ぶとか、まあ枠内に収めるっていうことができるじゃん、うん、確かに結構見よったらばらつくもんね、うん、まあ、力はあるけど。ナイスミッチ。トルー、 You from? Where from?United States. United States. You too. Nice to meet you. Nice to meet you. Sorry. Nice to meet you. Pro. Professional. Yeah. Wow. Wow. Big guy. Hi. Nice to meet you. Toru. Nice to meet you. Nice to meet you. Tomorrow. 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 Tomorrow.昨日帰ってきたの？昨日帰ってきた。うわ、大変だ。大変だ。みすみさんもちょっと顔疲れてますね。サボケとバレてる。そうそう。と、もうまたあの大会の準備と、うわ、大変そうですね。ただ、もう空港でも声かけてもらったりして、みんな盛り上がってるんで、大成功、もうすでに大成功。ちょっと明日また、はい、楽しみに。ちょっと
まあ、とりあえず練習して、ね、はい、行きたいと思います。頑張ります。はい、ありがとうございます。お願いします。Thank you。でかいみんなマジで。光景がさ、海外だけどここ。マジでこの2人が世界で戦うってやっぱすごいね。本当に。ここってアメリカだな。秋田です。秋田、秋田です。秋田です。ちょっと真剣にみんなやりようか。明日ちょっと。もうすでにアドレナリンが出てきたけどね。何かワクワクするよね。ね。勝つよ。もしそうか。Stefan. I'm from Australia. Australia. Yeah. I've never been. Long way. Yeah. Yesterday you come.You come here? Two days ago. Yeah, I was in Tokyo. Ah, man. Asia champion. Asia champion. Australia, だから。2年。うわ。あ、そっか。ウォーミングアップで俺抜かされるんですよ。ウォーミングアップで抜かされてます。やばいやばい、ほんとだ。なんで超えるの野球、なんでなんで。え、ミシーさん、それヘッドスピードどんぐらいで打ってるんですか。40くらい。40出てるの。だって45出らんとあそこまで止まんの。そうだよね。えぐい、これスイングの効率と軌道がもうなんか毎回ね一緒。うまいわ。うん。かたー。消えてった。すげえ。やっぱこうスピンコントロールというか、ね、弾道の高さとか軌道とか球のちょっとやっぱ次元が違う、他の選手と。8割とかだもんね。うん、うまい。2人より違う質が、球の質も2人もすごいけどぶれないんだよね、うん、いや本気で打ってるみたい、うん、同じところでいつも打ち出して。さあ、秋田のマーティンです。うわ、ちょっとあの YouTube の撮影した時よりかは、はい、なんかまたパワーアップしてますね。本当ですか。ああ、アメリカ大会も経験して。そうですね。なんか今年は他の世界大会が結構レベルが上がってて、うん、なんかみんなのスピードがちょっと去年よりも上がったったんで、うん、そう、試合終わった後からスピードトレーニングを始めてっていうか、それまでは結構精度っていうか球質を頑張って気にしてたんですけど、うんうんうん、今はちょっとスピード来年に向けてやってます。日本大会どうだったんですか。日本大会優勝しました。うわ、さすが4連覇。はい、無事。ここに4連覇と5連覇が終わる。ゆうすけ、明日もう腕パンパンになるとか振りすぎて。でも普段からやっとかんと多分ダメやろね。俺もこの間カゴ560球打ったっけ、ドライバー。よし、こんな感じでちょっと明日頑張ります。頑張ってください。頑張ります。とりあえず予選。そうですね、予選ですね。とりあえず予選通過しといて、決勝はもうバーンと。で、決勝に行くっていうのがまず第一段階。そうですね、あそこの幅に収める。そうです。で、今のトールさんのスピードだったら、きちんとした球を入れとけば予選は絶対通るレベルだと思います。
決勝はやっぱ上がってきた選手たち、まあ、その日の調子のいい選手だったり、もともと強い選手も上がってくるので、決勝はもう6球ちゃんとしっかり振っていかないと厳しい。それ勝負にかけていいんですか？そうですね、そこはもう勝負かけてかけた方がいいですね。もう入れてって3位とかになるよりはしっかり振っていって、まあ入らず最下位か1位かみたいな感じでいった方がいいと思います。マジで心強いマジでそれをちょっと徹底しました。そうですね。ということで明日、はい、いよいよ頑張ってください。会場に行きますんでありがとうございます。よろしくお願いします。はい、こんにちは、ウレイズです。こんにちは。本日は秋田カントリーに来ております。来ましたね、秋田すごいね、こういうスタンドもあるんやね。この会場はいよいよドラコンの大会の当日ということです。来ましたね、ついに来ました。あと30分とかで試合がスタートするということなので、はい、まあ、試合の様子を撮っていきながらも、まあ、僕もちょっと今まだウォーミングアップが終わってないので、うん、暑いね、とにかく今日40度近くあるね。やばいね、これゴルフ場もう暑いです、うん、おケーブルテレビもメディアがたくさん来てる、はい、で秋田県の YouTuber さんにもさっき声かけてもらって、後でちょっと出演してくださるということで、はい、まー、あ、ちゃん、みずみさん、ジャパンロングドライブチャンピオンシップ、はい、国際大会ということで秋田プレイヤーとしてね、みずみさんが会長になって初めての試合ということで貴重な経験。みずみさんとまーちゃん探してもおらんもんね、忙しそうやもんね、うん、で、まあ、今日は僕らアマチュアの予選で決勝があって、その後にプロの予選があるみたいですので、はい、まあ、一通りちょっと映していこうと思います、はい、初めてのことなんでちょっと不慣れなんですが、僕は予選1位突破できるように、予選突破、ね、まずはね、はい、決勝に行けるように頑張りますんでよろしくお願いします。お願いします。ちょっと会場見に来ました。ティーグランドエリア、ついにティーグランド思ったより狭いし、狭いよ、奥見てフェアウェイマジ狭くない？狭いよ、通る。これでも俺ちょっと振りやすいかもしれん、横に木がないけん、なんかまっすぐだしね、うん、すごい、スポンサーがいっぱい。世界ドラゴン選手権日本大会、あ、ローメル、ローメル、ローメル、世界ドラゴン選手権日本大会、すげえな、規模がちょっと。これボールかな、あ、こうやって拾って使っていくんかな。黄色だね、ね、カラフル。これ、あ、本間さんなんですね、今回大会は、うん、D1、 あ、よくね、市販でもあるやつで、多分落ちたところが分かりやすいように3選手、あれないカラフルで、イメージ湧いてきためっちゃ上げてるけど、イメージ湧いてきた、上げやね、上げやね、今上げだね。おお、あー、右から結構強い、右から。これちょっと立つ位置でも変わると思う、結構。なるほどね、うん、俺はこっちの方で立ちたい、右寄りでね、境内頑張りますよ。すごいね、やっぱこう大会もさ、運営というか、まあ人もいっぱい関係者もいて大変そうやね、準備がね、やっぱ大会を主催するってね、俺らダブルスの試合とかやるけんさ。こんにちは、あ、じゃあ、わざわざありがとうございます。あ、待って、すいません、 YouTube ちょっと待ってお世話になったとおり、ようこそ。いや、ありがとうございます。あ、ちょっと挨拶遅れました。いやいやいや、すいません。多分そうかなと思いながら。いや、ありがとう。すごい。写真では結構見させてもらったんですけど、映像でもね。いや、長谷川さん。お世話になっております。いや、こちらこそ。すごい規模で。いや、もうちょっとなんかワクワクしてきました。こんな規模でやってるとは思ってなくて。まあ、これが最初なので、来年は2倍3倍。あ、2倍3倍に。いや、もうすでにすごいですね、観客席とか、はい、まあでもギャラリーも結構来てるんで盛り上がってるなっていうのと、いや、ありがとうございます。優勝、優勝、まずは予選突破して昨日レッスンしたんですよね。あ、はい、あの、ね、していただきました。あの、優勝できなかったら、はい、うちの窓からのせいですよね責任が、ね、責任が、お方が悪いから、そうですねプレッシャーが、はい、いや、ただもうすごい環境で僕もさせてもらって、はい、で、まどかちゃんにもあのクラブも借りてるんで絶対勝ちたいと思います、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。あとはあそこ、はい、あの針マッサージ、あ、これすごいね。まあ、基本的に、はい、後ろまどかの、はい、メディカルスタッフです。あ、へ、はい、えー、はい、わ、すごい、はい、あ、中でちょっと失礼します。はい、今 YouTube の撮影入ります。すいません、失礼します。えー、はい、これも大会に、そうです、はい、
ぜひ、なんかもちろん。本物でしたね。本物だったね。びっくりした。レジェンド。いよいよ試合も近いんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。初めまして。初めまして。初めまして。秋田を中心に活動されてる、はい、ゴルフチャンネルを持たれてる、そうです。チャンネル名は見えるかな。0120パパは明日もゴルフ。あ、これちゃんと QR コードもある。でもこれ読めないんですよ。あ、読めないですか。そう、ちっちゃくて読めないんですよ。あ、なるほど、はい、そうなんです。今日パパゴルフ、はい、パパゴルフ、パパゴルフ、はい、パパゴルフ、はい、あ、パパゴルさんパパゴルさんと呼ばれてます。で、今日は秋田のこの、そうです、ドラゴンの大会に、大会に、はい、メンバーがもう勢揃い。そうです。今日あの秋田の選手の皆さん、はい、勢揃いで、うわー、すごい。まどかちゃんにも聞きました。あ、聞きました。有名な、はい、チャンピオン。あ、チャンピオン、これだ。よさ、これだ。よさ、これだわね。これだ。クラブチャンピオンとか。クラちゃん。はい、クラちゃんか、そうなめです、ね。うん、そう。秋田のレジェンド。いや、レジェンド。はい、いや、すごいですね。50歳。頑張ってます。じゃあ、50歳だったら同じ部で、僕ら、対決。うわー、ライバル。うわー、頑張りたい。強敵。飛ばしそうですね。飛ばしそうですね。はい、よろしくお願いします。一緒に盛り上げて、YouTube チャンネル皆さん概要欄に貼っておきますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ようこそこの芦屋カントリーにご来客いただきました。また今回の大会の顧問という大役を仰せつかりました。また湿気が多くて体のことを私心配しておりますけれども、最終組だ。最終組いいですか。2組。続きまして参議院議員新広尾様よりご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。本日皆様の選手の皆様のご検討を記念いたします。ちなみに私も出ます。よろしくお願いします。頑張りましょう。はい、足大会式終了ですね。強敵。ということで、結構アマチュアの部門有名な方が多くて、ヒリヒリしますね。2分半で6球ぶち込むということで、任せてください。頑張ろう、ね、見せますよ。頑張るよ。初出場、初優勝お願いしますよ。いきます。いきます。ゆうすけ、これボールゴルフ TV、 ゆうすけ290ヤード、ブレミスボール。頑張れ。あー、これ入った。出た。いい当たりあったけど入ってない。